田中さんが慶應義塾大学法学部法律学科という場に期待していることは何でしょうか。はい、私が慶應義塾大学法学部法学科に期待していることは、法律に関しての高い知識を得ることができるだけではなく、副教科や副専攻などにより私が将来目指しているロシアとの外交に必要なロシア民族、ロシア文化についても学んでいくことができるということです。また義塾には全国から志を高く持った学生が集まってくるので、その学生と切磋琢磨しながら自分の学問を高めていくことができるということにも期待しています。以上です。